このうち大分市立小材小学校では熱中症対策のため体育館ではなくエアコンの設置された各教室に分かれてオンライン形式で始業式が行われました。式では小池恵子校長が運動会などのたくさんの行事に仲良く力を合わせて頑張りましょうと挨拶しました。これに対し2年生と4年生、6年生の代表がそれぞれ夏休みの思い出や2学期の目標を発表しました。夏休みは最初は宿題とかで地獄だったけど、途中とかは旅行に行ったりして楽しかったです。今からの目標は頑張りつつ楽しむことです。係活動などに自分から積極的に挑みたいです。県教委によりますと今日は県内の公立の小中学校など合わせて294校で始業式が行われ2学期がスタートしました。